よろしくお願いしますね。はい、サオスです。はい、今日ね、今日は、あれです。冷凍エビがすごいなんかあったんで、それでね、ナシゴレンっていうのを作っていきたいと思います。で、まずね、今回使うのが、こいつ、入れるやつね、まず。こいつと、はい、こいつと、はい、あとこいつと、で、あと、鶏胸肉。鶏胸肉を一つ入れたいと思います。鶏胸、はい。鶏胸。で、あとね、エビも入れるんで、エビ今ちょっと冷蔵庫でもう解凍中ぶちかましてんでね。一応こんな感じのパーティーで。他に入れますよ。他にもあるんで。だからそれはちょっとね、また後々ちょっとやっていくので、まあこれで一回ちょっとサオツどんな感じでお前はね、ナシゴレンを作るんだと、まあ全国の皆さんをね、見届けてくれたらそれで幸いでございます。はい、やっちまったよ。これは鶏の、胸肉です。本当はね、切る工程と皮剥ぐところ説明してたんですけど、取れてなかったですね。申し訳ないです。まあ、全然酔ってないですよ。なんか花粉症が最近辛くて、ぼーっとしてるんですよね。今、それで最後、下味、塩コショウというか、して、またちょっとタイミングの時にこいつを出して、炒めるというね、形になります。あ、三オツみたいな。お前とうとうやらかしたなって、多分、ようやく動画でまあ、思う方も多いとは思うんですけど、ほんと花粉症の時って、マジで集中力落ちるんですよ。っていうのも兼ねて免疫をね活性化させるために今回スパイステンパリングしたスパイスでね全力なもう本当にスパイシーなナシゴレン作っていきたいなと思うんで本当にもうそれで花粉症にね対抗するというはいでそんな感じでいきたいと思います。まあね地道になんか切ってるけどまあ多分ちっちゃい方が食べやすいんでね若干だからまあ今回ちょっとちっちゃめでセッティングさせてそれでこっちの皮はこれからだしを作ります。はい鶏皮だしですね。はいじゃあこれはこれで冷蔵庫一旦しまいます。水を入れます。はいで煮ますね。はい煮詰まったんでねここにこの子たちを投下します。さああとはぐじゅぐじゅ煮るだけですね。はいじゃあにんにくね使っていきましょうね。もうね本当にね新型のねコロナだったり花粉症だったり結局ね自分の体のね弱さをねみんな気づいてないんですよ。だからね油断してみんな免疫が下がったってうわってなってやられちゃうんですよね。だからどんだけ自分を守るかっていうの大事なんで免疫つけるためにニンニクですね。ニンニクじゃあ今回3切れ気合い入れて食べますかねせっかくなんで。でニンニクはですね今回チャーハンに入れるのでさあ今回はチャーハンに入れるのですりおろしはしません。でもどうするかっていうととりあえず普通に薄切りですね。薄切りに切ってにんにくちゃん大事なんだよね本当にこれがあるかないかでどんだけ人生をね左右されるかっていうで続きましてねこいつよいしょうわピーマンですね。ピーマンはねこれそのままおおいっぱい出てきた。よいしょこうやってやるとそうするとここの部分も食べられるんでねいいんですよ。はいなんだろう食べやすいぐらいの形ですかね本当に。はいってな感じでですねピーマンはこんな感じでざく切りというかブロック系でねやっとくって感じですね。はいもう玉ねぎといったらねもうカレーにばっかり入れてるねやつと思いがちだけどもうこれもねもうどんな時も本当にこの玉ねぎはみんなにね愛される野菜ですから本当にはいはい、若干ですけどね。どうせスプーンで食べるから、まあ玉ねぎもピーマンと一緒にブロックの方がいいな。皆さんもブロック型にしてくださいね。ざく切りでいいんで、はい、多分そっちの方が食べやすいですね。スプーンとかですくいやすくて。こんな感じでいいかな。はい。もう男のね、玉ねぎの刻み方って感じですね。丁寧さとか僕できないんで、正直言うと。だから申し訳ないです。で、あとライムね。ライムはまあ、今日まあ普通に、まあ、使うっていうか、後で使うんで、まあ一応これも切っときましょうかね。そう、ライムをかけるとね、本当にうまいんですよ、こいつら。ライムも切りました。あとパクチーですね、忘れてました。で、あと香り菜ですね。山菜を入れます。はい、お、きましたね。お、根っこが珍しくついてる。まあ食べやすいぐらいのサイズで切っときましょう。はい、ではね、ナシュゴレンの工程作っていきたいと思います。はい、じゃあまずね、最初油ですね。はーい、はい、ひた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 、はい、こんな感じで。はい、じゃあひたひたになったらね、今回使うのがクミンとコリアンダーとブラックペッパーですね。はい、ではいきます。はい、じゃあいよいよフェーズいきますよ。はい、もう匂い早速きましたね。香りが出てきたらにんにく入れます。はい、いやもうね、これは花粉症コロナ対策ですよ。はい、ではですね、大体にんにくもテンパリングが完了したということなんで、続きましてね、このエビちゃんを、この冷凍のむきエビちゃんを入れていきたいと思います。はい、若干跳ねますね。これも許容範囲です。で、続きましてね、この鶏の胸肉ちゃん入れます。うわ、上手。この油絶対うまいぞ。見てください、これ。すごくないですか、この。うわ、すごい。火が通ったらいよいよ玉ねぎを入れます。はい、それ玉ねぎから一気に水が出るので、はい。大体ここまで来たら、あとは玉ねぎを入れて、いよいよ後半戦に入りたいと思います。カレーだったらね、大体最初玉ねぎなんですけど、このエビと鶏のね、やっぱり良質な今回うまみを取りたいので、わざと玉ねぎはこのタイミングで入れております。ちょっと玉ねぎがね、水が出るので、ここでいつものねお塩ちゃんをこうちょっと軽くね、こう入れて脱水効果高めますね。ではですね、いよいよここから仕上げに入りたいと思います。はい、ピーマン入れますね。はい。ピーマン入れて、で、いよいよ米が入ります。はい、今回ね、ジャスミン米使ってますね、米は。噂のね、ジャスミン米を。いきます。はい、じゃあね、これも、ダダダダダダ。はい、調味料入ります。はい、はい、でさらにおいの調味料も入ります。はい、鶏だしですね。はい、まあ好きなぐらい。これすごい。で、あと目玉焼きも軽く作っていきましょう。はい、よいしょ。はい、完成いたしました。はい、三乙特製ナシゴレンでございます。はい、ではね、食べてみたいと思います。うわ、これすごいぞ。じゃあまずうまっ、めちゃくちゃうまい。あ、バランスいいっすね。スパイスが香ばしい。これすごいな、本当に。じゃあちょっと卵と一緒にね食べてみたいと思います。あ、金メダル。うまみがすごい。じゃあ最後ね、こうライムをね。絞って食べますかね。うわ、香ばしくなった。味にまたキレが変わったな。酸味が出て、なんだろう、また食欲そそりますね。めっちゃ美味しい。っていうわけで、まあ今回大成功ということなんで、はい、うまっ、なんだろう、まあスパイスも取れてニンニクもねあって、しっかりとね、体調栄養価抜群のインドネシアのナシゴレンでした。